浅尾選手はとある番組で炒め屋を紹介してほしいと言われた。しかし、浅尾選手は中華料理屋を紹介するのでおかしいと思い、番組スタッフがきちんと聞き直すと、炒め屋のことをチャーハンのことだと思っていた模様。2019年から投手コーチに就任している浅尾選手は、リハビリに励む丸山選手に早く良くなってほしいと、四つ葉のクローバーを自ら探してプレゼントした。2011年は79試合に登板して52ホールド防御率 0.41 と、凄まじい成績と登板数を記録した浅尾選手は、この年、中継ぎ投手初のリーグ MVP に加え、中継ぎ投手初のゴールデングラブ賞も獲得した。お酒が弱かった頃の浅尾選手が飲みすぎて、吐けないと言って便器の前に座り込んだ。同席していた先輩が大丈夫かと尋ねると、浅尾選手は吐けませんの一点張り、見かねた先輩は人差し指と中指を突っ込んでみろと、アドバイスすると浅尾選手は指を便器に突っ込んだ。2008年のオフに行われたイベントはほぼ女性が集まった。浅尾選手のイケメンを見に集まった女性はなんと1000人もいた。午後1時からのイベントに午前2時から並んでいたファンがいた。